調子はどうだ。笹の葉で煎じた茶を飲ませたんだが、あっという間に吐き出してしまう。だったら大根か生姜を食べさせてやれ。もう残ったな。ご機嫌いかがですか。どうかお気をつけて。なあ、心なしか泡の間おかしくない。どんな鎧でも結構です。お体の傷も減りましょう。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。では。あなた様のお役に立ててよかった。あなたを見れば皆が喜びます。先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を詠むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか。いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。
し。場所は何だ。ふっ。
もし、あなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。百姓と領主が猛虎と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう。近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですが。我流の武士と、あれは火事か。あの家から。そうなら、猛虎は野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。あの音、野営が見つかったやもな。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。
救えぬ者もいる。ならば仇を討つまで。戦の前は心を鎮めろ。待て。やりました。腕はあるが、焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続ける。そういたします。Merci fürs Zuschauen und see you next time.